はい、ということでございまして、インスタントジョンソン杉野ととよそ第9回でございます。よろしくお願いします。ということでございまして、今回第9回目ですけども、前回は、そうですね、とんでもない結果になりまして、簡単に言うとダブル外しまくりというやつをやってしまいましてですね、なんと J2 に限ってはですね、選ばれた試合4試合が全部アウェーの勝利というね、私もとうとうやってる上で初めての経験でございます。はい、貴重ですね、ある意味ね。はい、ということで、前回の成績は、言わずに行こうかなと思ってますね。はい。だから出さなくていいって。出さなくていいって、マジで。ちょっと、やめよう。そうなのよ。そうなの、これしかなかったのよ。そうなんですよ。びっくりしましたよ、僕も。これはちょっと当たらなすぎでしょうと。はい。早速、第9回のレッスンに行ってみたいと思います。こちらでございます。ドン。はい。栃木対富山、栃木ホームでの一戦。こちら、栃木勝ち、そして、引き分けにしております。はい。これはやばいですよ、栃木。だんだん点数取ってくるようになりましたよね。はい。やっぱりJFL から上がって、J2 で試合を最初にしていくうちはですね、やっぱ慣れてないか、せいか、0対1みたいな負けの回が何回か続きまして、これはちょっとまだ J2 に慣れてないんじゃないかなっていうところもあったんですけども、だんだん得点を取れる、そして選手は能力を発揮してきております。そして栃木ホームでございまして、これは、栃木これ意外とあるんじゃないかなと。はい。栃木がいい、2対1ぐらいで、勝つんじゃないですかね。後半40分あたりに決勝ゴール決めちゃうとかね。そういうなんかこうサポーター喜ばせるような勝ち方を、劇的な勝ち方をするんじゃないかなって僕は予想してるんですけども。はい。さあ、続いてこちらでございます。はい。湘南対セレッソ大阪。湘南ホームでの一戦。こちら湘南勝ちと引き分けにしております。これも面白い試合ですよ。上位チーム。これ上位2チームの戦いですよ。はい。湘南ホーム、そしてセレッソ大阪。ね、アウェーですけど、関係ないんじゃないですか、これに関しては。もう、これはね、非常に高いレベル同士のチームでございまして、正直、セレッソ大阪の勝ちも考えられますね。はい。ただ、湘南がホームでございますから、やっぱりそのホームの意地、ね、そしてサポーターが今一体になっております。そしてこの引き分けというのは、非常に、引き分けはこのね、チームはありますよ、湘南対セレッソ大阪は。さあ、続いてこちらでございます。福岡対札幌、福岡ホームでの一戦でございます。こちら、引き分け、そして札幌勝ちにしております。はい。これはですね、札幌の方を重視して、ちょっと見てみたんですけど、札幌が最初のは出だし悪かったんですけども、ここ何試合か点数をしっかり取るような形になってきまして、点数も取られることもあるんですけども、以前よりかディフェンダーもしっかりとまとまってきているという、この好材料がございますんで、こちらちょっと札幌に寄った考え方にしております。そして福岡ホームでございますから、負けは一番きついので、最悪引き分け、ね、これはあるのではないかなと思っております。はい。さあ、ちなみにですね、今回はですね、水曜日、4月29日の水曜日の収録になっておりまして、今日もですね、J1、やっております。J2 もやっております。ですんで、今回の予想はですね、ちょっとこの、いろいろ、出場停止選手とか、怪我とか、そういった部分が考慮できない部分がありまして、いろいろと、この、チームとしての色、そして今季どんな感じでこのチームは行きそうなのか、そういったちょっと漠然とした理由でちょっとつけておりますね。はい。さあ、そしてですね、こちらでございます。困っちゃってるゾーンですね。はい。今回はですね、こちら、岩田対神戸、岩田ホームでの一戦でございます。さあ、これは困りましたね。はい。岩田がですね、いいですね、突然良くなってきましたね。開幕を見た時にもう大丈夫か今年の岩田はなんて思ったんですけど、まあ見事に修正してきました。はい。神戸も何せフォワードのマルセウ選手も戻ってきましたから、はい。途中出場でピシッと点数を取るような選手でございまして、得点能力が非常に優れております。ですんで、これはもしかしたら神戸の勝ちあるんじゃないかなっていう部分も、あります。
さあ、そして続いての困っちゃってるのはこちらでございます。 FC 東京対大宮ね、 FC 東京ホームでの一戦ですね。はいはいはい、これ困ってますよ。ホームでの FC 東京ですね、しっかり点数を取って勝ちを掴んでくるチームでございます。でも対する大宮ですね、ホームアウェー関係なく、大宮らしいサッカーを今年は繰り広げておりますね。はい。さあ、そしてでございますけど、こちらですよ、こちら。横浜マリノス対川崎。横浜マリノス一戦のホームですよ、これ。横浜マリノスホームです。はい、わかりません。ね。さっさと言っちゃいますけど、わかりません、これはね。まあ、神奈川ダービーですよ。言ったら。ね。これはですよ、川崎もね、点取れるチーム、そして横浜マリノスもしっかり1点を守り切って逃げ切るチームだったり、いろいろ考えたりすると、まあ、これは悩みますよ。はい。まあ、前回はですね、わからなかったんで、新妻くん、トップリードの新妻くんね、小中クラブやってる新妻くんに電話をして、1と0と2、どれが好きだと。そうすると彼は1と答えまして、その1が前回外れましたので、ちょっと新妻くんの、運もそこまでかななんて思っちゃったりしましてですね。まあね、新妻頑張ってください。俺も頑張るし。なんてありますけども、じゃあ今回は、どんな風に決めようか。また、新妻頼みがダメなら、新妻とさらに2人後輩をプラスしてしまえばいいというね。はい。3人の後輩に頼ってしまおうという企画でございまして。まずじゃあこっちの携帯を取り出しましょうね。はい。この携帯で、3人の後輩にメールを送ります。ね。トップリードの新妻、そして封筒松原の封筒、封筒松原の松原。この3人に送りたいと思います。ね。文面は、こんな感じになっておりましてですね。はい。まあ、こんな感じになってます。はい。で、これを、まあ、送りまして、誰が一番早く返信してくるのか。その、一番最初に返信してきたやつが、という選び方なんですけども、ちなみに、トップリードの新妻が一番最初に返信来た場合、こちら、1。ね。はい。これは、マリノス勝利と。そして、封筒松原の封筒が、メールが一番早かったら、これは引き分け。そして、松原が一番早かったら、こちら2の川崎です。こういった、スーパータリキ本願でいきたいと思いますんで、早速、こちらの内容ですね、一斉送信したいと思いますんで、では、行ってみましょう。さあ、届けよ。しっかり届け。当たりを返ってこい。さあ、メール送信しました。来た来た、メール来た。はぁ、来たよ、やっと。さあ、ということでございまして、一番最初に来たメールの人、誰、てみよう、ボン、封筒でございます。ちなみに封筒の内容はこちらになっております。はい、すごいですね。完全に食いつきましたね。引き分けということで、横浜マリノス川崎、まあ、前回は本当に不甲斐ない結果になりましたけども、まあ、ある意味低迷期なんでしょうね。でも必ずこれ挽回して、やり方も変えつつ、でも考え方は変えないぞと、この1600円の買い方は変えません。はい、必ず1等取りますから。はい、まあ見守っててください。毎回これしかないですけども、とにかく一緒に喜びましょう。はい、こんな僕ですけども、お付き合いください。お願いします。